平野賞、ガン太、神宮寺優太が踊る。ナンバーアンダーライン愛のダンスパフォーマンス、ボンの衝撃の真実。見るものを圧倒する。ナンバーアンダーライン愛の、ボンダンスパフォーマンスの舞台裏と驚くべき工夫。ナンバーアンダーライン愛のダンスパフォーマンスビデオ、ボンは、その斬新な映像美と緻密なダンス構成で、多くのファンを魅了しました。平野賞、ガン太。 神宮寺ゆ太たという3人のメンバーが見せる熱狂的なパフォーマンスは、彼らの持つダンススキルと表現力の高さを如実に示しています。このビデオは、彼らの成長と進化を象徴する作品であり、同時に新たな挑戦の始まりでもあります。ボンのビデオは、単なるダンス映像ではなく、一つの芸術作品として仕上がっています。撮影は配送庫で行われ、 ストリートダンスの力強さと和の要素が融合した独特の雰囲気が漂います。最初のシーンで彼らは正座し、静かに始まりの儀式を感じさせます。このシーンから見る者は彼らの世界に引き込まれていきます。音楽が高鳴るとともに彼らの動きは一気にダイナミックに変わり、視覚的にも聴覚的にも強烈なインパクトを与えます。平野翔は その力強いダンスで観客を引きつけます。彼の動きは一つ一つが成功に計算されており、頭を回すシーンなどは、まさに観客の視線を奪う瞬間です。岸優ユタは軽やかでリズミカルな動きを見せ、そのパワフルなジャンプは見るものを圧倒します。神宮寺ユ太タは、その繊細さと正確さで一つ一つの動きを美しく演じ、その動きには、計り知れない練習と努力が詰まっていることが感じられます。 このビデオの中で特に目を引くのは体重の移動と姿勢の変化です。膝をついた状態でのスライド移動や立ち上がる際の滑らかな動きはまさにプロフェッショナルの技。その一連の動きには計り知れない練習と努力が詰まっていることが感じられます。彼らの動きは一つ一つが成功に計算されており、特に平野翔が頭を回すシーンではその瞬間に観客の視線を奪うことができるのです。 音楽とダンスのシンクロも、このビデオの魅力の一つです。ヒップホップのビートに合わせて、彼らの動きは一体となり、まるで音楽が体を通じて表現されているかのようです。特に、クライマックスでの一糸乱れぬ動きは圧巻で、観客を魅了すること間違いなしです。ナンバー、アンダーライン、アイの3人は、それぞれが異なる個性を持ち、ダンススタイルも異なります。 平野翔は力強いダンスで観客を引きつけ、岸優ユタは軽やかでリズミカルな動きを見せます。神宮寺ユ太タはその繊細さと正確さで一つ一つの動きを美しく演じ、それぞれの個性が融合し、一つの完璧なパフォーマンスを作り上げているのです。ビデオが公開されると、瞬く間に SNS 上で話題となりました。ファンたちは彼らのダンスに感動し、 感想や応援メッセージを次々と投稿しました。ナンバーアンダーライン愛の3人もそれに応える形でライブ配信を行い、ファンとの交流を深めました。皆さんの応援が僕たちの力になります。と、平野翔はライブ配信の中で感謝の言葉を述べました。これからももっと素晴らしいパフォーマンスをお届けしますので、応援よろしくお願いします。ナンバーアンダーライン愛は、 ボンの成功を喜びつつも、次なる挑戦を見据えていました。彼らは常に新しいアイデアを模索し、より高いレベルのパフォーマンスを目指しています。次は、もっと驚かせるようなパフォーマンスを見せたい、と岸優ユタが意気込むと、神宮寺ユ太タも、僕たちの限界はまだまだ先にある。これからも挑戦し続けるよ、と続けました。ナンバーアンダーライン愛の3人は、 個々の魅力を最大限に発揮しながら、チームとしての一体感も大切にしています。そのために、日々の練習やコミュニケーションを欠かさず行い、お互いの成長を支え合っています。彼らの絆は、パフォーマンスにも強く反映されており、その一体感は観客にも伝わります。ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、彼らの努力だけでなく、多くのスタッフやファンの支えがあります。 彼らのパフォーマンスがより一層輝くためには、音楽プロデューサーや振付師、衣装デザイナーなど多くの専門家の協力が必要不可欠です。また、ファンからの応援メッセージやフィードバックも彼らのモチベーションを高める重要な要素です。ナンバーアンダーライン I は、これからも新しい挑戦を続けていきます。彼らは常に進化を追求し、より高いレベルのパフォーマンスを目指しています。 そのために、新しいダンススタイルや音楽ジャンルを取り入れるなど、創造的なアプローチを試みています。彼らの挑戦は、観客に新しい驚きと感動を提供するだけでなく、彼ら自身の成長にもつながっています。ファンとの絆を大切にしながら、彼らはこれからも前進し続けます。ナンバーアンダーライン愛の未来には、さらなる成功と新しい冒険が待っていることでしょう。 彼らの成長を見守り、応援し続けることで、私たちもその一部となることができるのです。彼らの物語は、これからも続いていきます。新しいパフォーマンス、新しい挑戦、そして新しい成功。それらが工作する中で、彼らはさらに輝きを増していくことでしょう。私たちファンは、その一瞬一瞬を見逃さず、彼らと共に歩んでいきたいと思います。 ナンバーアンダーライン愛のボンの成功は、彼らのキャリアにおいて、新たな章の始まりを告げるものでした。この成功は、単なる一つのプロジェクトの達成ではなく、彼らがこれまでに積み重ねてきた努力の結晶でもあります。これまでの道のりは、決して平坦ではなく、数々の試練と挑戦を乗り越えてきたからこそ、彼らは今の位置に立つことができています。彼らの成長の鍵は、 常に新しいことに挑戦し続ける姿勢にあります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、それぞれが個々の才能を持ちながらも、グループとしての一体感を非常に大切にしています。ダンスの練習やパフォーマンスの準備だけでなく、日常のコミュニケーションや絆を深めることも重要視しています。これは、彼らのパフォーマンスに現れる一体感の源となっているのです。彼らの取り組みは、 単なるエンターテインメントを超えています。彼らのダンスは見る者に感動とエネルギーを与えるものであり、それが彼らの最大の魅力です。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて観客は彼らの情熱と努力を感じ、日常のストレスや困難を忘れることができます。これこそが彼らが目指しているエンターテインメントの形なのです。ファンとの関係も ナンバーアンダーライン愛にとって非常に重要な要素です。彼らは常にファンの声に耳を傾け、その期待に応えるために全力を尽くしています。ライブ配信や SNS を通じて、ファンとのコミュニケーションを図り、彼らのフィードバックを受け入れる姿勢は、ファンに対する誠実さを示しています。また、ファンからの応援メッセージやコメントは、彼らにとって大きな励みとなり、新たな創作意欲をかき立てるのです。 ナンバーアンダーライン愛は、次なるプロジェクトに向けて、新しいアイデアを模索し続けています。彼らは常に自分たちの限界を超え、新しい表現方法を探求しています。例えば、異なるダンススタイルを取り入れたり、新しい音楽ジャンルに挑戦したりすることで、彼らのパフォーマンスは、ますます多様化し、観客に新鮮な驚きを提供しています。こうした創造的な挑戦は、彼らの成長を促し、 ファンにとっても新たな魅力を発見する機会となるのです。最後に、ナンバーアンダーライン愛の3人にとって最大の喜びはファンの笑顔です。彼らのパフォーマンスが誰かの心に響き、日常の一部となること。それが彼らの最大の目標であり、原動力です。これからも彼らの成長と成功を見守り続け、応援し続けましょう。 ナンバーアンダーライン愛の未来は私たちの応援にかかっています。彼らの旅はまだ始まったばかり。これからどんな冒険が待っているのか、共に楽しみにしながら応援していきましょう。